ちなみに10月の1日には、越谷よさこいということで越谷駅前で、よさこいがあります。私たち立ち組も行く予定でございますので、皆さんもできましたら10月1日越谷駅前まで来ていただければと思います。さあそれでは雨が降ってきて大変だと思いますけど、その中でもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではすいません、なんか雨が降っちゃって、会場の皆様こんにちは。越谷から参加のよさこい大美人と申します。精一杯演舞します。温かいご声援よろしくお願いします。